ユオンハクは中華民国の軍人。国民革命軍の軍人として様々な戦役で活躍、高級指揮官となったが、日中戦争、国境内戦では多くの惨敗を喫している。最終階級は中華民国陸軍に級上昇。救命は国金。はじめは、旧学を学び、1916年に石膏勝率第七中学に入学した。 しかし、間もなく、甲州体育専科学校に転じ、1920年に卒業して、石膏軍に加入した。その後、ユオンハクは日本に留学し、1922年3月、明治大学法科に入学している。1924年、資金不足もあって帰国したが、石膏軍第一市長賃儀から、資金援助を受けることができた。再度留学したユは、 陸軍主官学校第18期砲兵科に入学し、1927年夏に卒業している。この経緯もあって、湯は陳を恩師として崇めることになった。帰国後の湯恩博はやはり、陳儀の推挙もあって、石膏軍で昇降参謀に昇進する。1928年末には、中央陸軍軍官学校で軍事教官に任ぜられ、第6期上校大隊長となった。 この時、ユは、不評連帯の争点教材を執筆し、教育庁の長を治む中からその内容を高く評価、されている。1930年、中原大戦には共同し、第一旅少々旅長として参戦している。戦後に第四市副市長圏第18旅旅長に、昇進した。ユオン博別へその後、ユオン博は、中国共産党討伐に参加し、 軍港により、第2子市長に昇進した。しかし、1932年に13軍軍長に昇進、さらに、先生総非弁どころ主任に任せられた。翌1936年11月、水淵省政府主席県第59軍軍長の封、作義が猛古軍を迎撃した際には、湯も封の支援に回り、その勝利に貢献している。 日中戦争が勃発すると、湯温白率いる第十三軍は、風作義率いる第七集団軍に編入される。湯は、妖怪として知られる、昌平南口鎮を守備し、日本軍と激戦を展開した。1937年9月、湯は、第二十軍団司令に昇進し参個軍を率いる、ことになる。翌1938年、第二十軍団は、 第五戦区に編入され、徐州外位で日本軍を迎撃、後の大事層の戦いの勝利に貢献した。同年6月、ユオンハクは軍港を評価されて、第31集団軍層司令に昇進し、定州以南の鉄道沿線地域を守備した。武漢海戦でも大別山に布陣して日本軍を迎撃している。その後、ユの第31集団軍は河南省に戻り、 派遣に総司令部を置いた。1941年には、ロソ官与4小編区委員会主任を兼任し、翌1942年1月には、第一戦区副司令長官権4、小編区総司令にまで昇進している。これにより強大な権力を手中にしたイオン博は、軍を次々と拡充して40万の兵力を要し、中原をと称されるまでに至った。しかし、 ユオンハクは拡充した大軍を維持するために、河南省の住民から過酷な収奪を展開し、遠鎖や像をこむることになる。ユのあまりの切烈な統治は、親友の大流にすら器具を抱かれるほどであった。そして1944年4月、日本軍12万は河南省へ向けて進行を開始する。この時にユは40万の兵力を要していたが、配置は粗雑であり、 軍の質も玉石混交であった。日本軍の攻勢に湯は全く対応できず、わずか38日で河南省前省を疾患してしまう。慌てふためいた湯は、軍服を脱ぎ捨て水地府に変装し、やっとのことで脱出した。あまりにもあっけない戦線崩壊を招いた四白は、長夜からの激しい非難を浴び、軍法で諸断せよとの声が多く上がった。 しかし、小解析の飛行を受けた湯は罪を問われず、会食のみに止められている。1945年2月、湯は第三方面軍総司令として復帰した。5月には、厚生省入りし、長発系と協力して、競輪奪回を行っている。戦後、湯温博は、上海で日本軍の幸福受諾事務を担当し、慶古英事司令権第一戦区水税司令に任ぜられた。 国境内戦が開始されると、陸軍副総司令兼南京永住司令官に昇進し、12万の兵力で、そ中海ゅ解放区を攻撃している。1947年3月、第一兵団司令に任ぜられ山東省の解放区を攻撃した。しかし、精鋭部隊である、朝霊はじめ率いる、第74子を、猛領の戦いで失うなど、 またしても指揮で大失態を犯し、責任を取らされて、会食処分を受けている。1948年春、助手水税主任として復帰したが、Y 海戦役で指揮下の軍を殲滅されてしまった。1949年1月、ハクは帝国意警備総司令に任ぜられ、長江を盾にして、首都防衛の任に当たる。この時、石膏省政府主席の地位にあった陳儀から、 共産党への内容を密かに持ちかけられた。湯は、直ちにこれを、小解析に通報し、翌月に、人は悲鳴、逮捕されている。4月21日から、中国人民解放軍が、長江とかを開始すると、あっけなく湯は防衛線を破られ、3日目には、南京を失管する。その後も、人民解放軍の進撃にはなす術もなく、5月下旬に湯は、 アモイへ逃走。そこで、アモイ水前総司令に改めて任せられた。9月、アモイも失肝し、大陸を追われて金門島に寄らざるを得なくなる。10月24日、人民解放軍。しかし、将は許さず、軍事顧問の根本博士を派遣し、故手を命じる。湯は、懸命に反撃し、空軍の援護と人民解放軍側の準備不足もあって、過労じて金門の死守に成功した。 ところが、当初の金門法規姿勢が、省の不況を買い、台湾戦闘後の湯は、軍資機械を剥奪され、わずかに、相当不戦略顧問の地位しか与えられなかった。1954年5月、イオン博は病気療養のために、日本に渡ったが、6月19日にそのまま、東京都新宿区で死去した。去年56、ありがとうございます。